タオルが完成しました。よーい、きた。はい、ということでタオルこちら、じゃじゃーん。いや、かっこいい、超いい。ということで概要欄に貼ってあるので、ぜひ皆さんチェックお願いします。お願いします。いや、2階よりこっちの方が落ち着くわ。2階やばいっすよ。2階怖すぎる。わかりますか、この俺らが毎回言ってる。わかる。本当に撮ったら疲れちゃう。うん、本当疲れるわ。グタってなっちゃう。マジ疲れる。ということで、はい、今星さんの撮ったばっかですけど、頑張っていきましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。もう、怖かったよね。おもろすぎんだよね。もうこんなん見たことない。ホラーナイト ST スタジオ。ということで、渡辺真帆様が来ていただきました。ありがとうございます。真帆さん、ようこそ。もう俺に気にしないで、浸透してしまう。ちゃんと逃れられないコンテンツを用意しておりますので。もう無理だわ。我々ホラーナイト ST スタジオの名物企画となっております。自分たちの撮影中に気づかなかったけど、中でいろんな人がコメントで見つけてきてくれたものをまとめた総まとめ集シリーズでございます。はい、いや、あれやね、もう、もう怖。もうダメだ。早くしていきましょう。もう、やりましょう、やりましょう、やりましょう。ということで、そのまとめ集の中でも、声がえげつなく半端ない入り方したやつを真帆さんにね、紹介していくということ。もう聞いてないもん。1個目は何ですか。1個目は、あの、都市伝説の砂嵐を見続けると恐ろしい隠れメッセージが浮かび上がると。結構前だよね。そうだ。これにもびっくりする。ほんと極限ですね。いや、もう無理だわ。これの4分30秒。じゃあいきますね。そういう砂嵐の話があるんです。おお、あるんですよ。なんで持ってっちゃってんの。うお、これ子供の声だよね。子供の声はみたいな。あって言ってます。うんだね。素材はでもね、幼稚園生の声とかね。まだ言って苦しいっす。まだ言うっす。苦しいっす。苦しいっす。苦しいっす。まだ言うっす。まだ言うっす。まだ言うっす。散々聞いたじゃん、さっき。ほんとその通り、苦しいっす。そうだよね。そういうことなんです。じゃあ2個目。プロ野球歴代史上一番ヤバい打撃フォーム決定戦。え、そんなにも入ってたの。そう、これ7分18秒。イヤホンであえて真帆さんだけ引かせる。あー、今起こってることじゃないからね、これはね。はい、なんか強い。大丈夫だ。共感した方、面白いと思った方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おぉ。いや、これやばいっすよね、これ。あのね、聞いたらわかる。え、そんなんなる。いや、これはえぐい、ほんとに。これちょっと挙兵聞いて。え、これやばい、これやばいわ、これやばいわ。ほんとこんなやばい、これやばいわ。ありえない。しかもそれを拾ってないんすよ、俺ら。俺ら気づかないわけなくないですか、こんなでかい声。やばくないですか。それこそやらせだったら意地でもテロップいるじゃないですか。そうね。それで次の日1本取れたりとかね。ナイスからね、そんなの。てかもう恭平の髪色が恐怖なんだけど。これすごいですね。ということで、じゃあ3つ目は、ウマヅラコラボで過去最大の数の怪奇現象と声が入った。やっぱまあ正義と恭平は覚えてるかな。これ何分。これ8分5だね。イヤホン聞きます。イヤホン聞いて。おお、もうさすがにいけるよ。余裕っすか。大丈夫ですか。そんな来ないっすよね、もう連発が。まさか。行きましょう。ということで、お、見えた。これが、家で見て一番ビビったやつ。あ、そうなんですか。あー、その声がっていう。めっちゃ俺肩凝ってきましたみたいな。ニップ、イップスよ。イップス違う。これキモかった。えぇ、これめっちゃキモい。もう意味わからなすぎて。キモいとか言ったり。あ、そっか。でもそんなこと言ってもね。幽霊さんもね、生前は幽霊さんのことに対してキモいって言ってたでしょ。そうかもしれないですね。シーズコ、シーズコ行ったりしてたでしょ。これはだって素材ないもんね。うーん、あるとしたらないってもう言っちゃったよ。いや、こんな素材もないよ。こんな素材ない。どんな素材だよ。じゃあ4つ目。四つ目はもっとエグいのあったよね。平成の痛い、膝、膝ごと、まっこ急に。え、でも急
に。でも下ネタ言ったらね、いなくなるらしいっすよ、ほんとにそれは。チンコ、チンコ、甘い、甘い、めちゃくちゃ言う。あ、いいね、やっべして。8分58秒。あ、これやばかった気がする。多分やばい。あ、これ確かやばかった気がする。これやばそう、これいっちゃやばそうだな。聞こえてるよね。うん、言ってんのよ。え、もう絶対に。ん、うん、うん、何、声、声です、声です。へーって、へーって聞こえないですか。聞こえてるよね。うん、言ってんのよ。え、もう絶対に。タボじゃねえ言ってんのこれ。言ってんのよ。え、違う、俺こんな声出すの絶対違う。まずあれ、その手前でへーって言ってるのがターボっす。わかります、わかります。その手前で言ってます。ちょっと2秒ぐらいぐらい。8分58?8。あ、もうこの後ターボへー言います。言ってんのよ。これターボです。もうおかしくないですか。だってまずカメラの耳元すぎません、近すぎません。そっか、このだってへーが普通だとしたらでかすぎますよね。分かってるもんね。え、もうお前こんな危ない家にマリアギ呼んだのか。終始マリアギが来た。ジャルマリだろお前。なんかあってどうすんだよ。え、マリアギ来た時はな、現象あった？なかった。なかったですね。なるほど、それはドッキリか。あの、朝起きたらマリアギいるみたいな。よかった、可愛かったっすよ。いや、それも俺は6時間一緒にいたんだよ。収録で。見てな、同じベッドかもしれない。じゃあ最後、もっといっちゃんいけてないやつにしましょう。回ってんじゃない。まさか動画回ってますからね、これ。あー、もう無理。もう絶対頭の中帰りたいでいっぱいになって。恐怖で頭回んない。2分34秒。これどんどんいってる。ん、どんどんいってるね。どんどんいってるよね。また2回でどんどんいってますよ。次行こう。さっき誠さんの動画見てない人ちょっと見てほしいんですけど、階段もほんと上がってくる音がドン、ドン、どんどん近くなってる音あるんで、ぜひ見てみてください。ほんとホラー好きの人多分やばいことになると思うんで。2分42。もう嘘でしょ。ほんとにもう3年ぐらい誠さんお世話になってますけど、こんなんなって初めてですからね。怖すぎるよ。ミミズバーガーっていつだ、これが2分4秒。赤い紐みてえなのがこうちょろんって出てたんだって。その赤い紐を、まあ、まあ怖くないっすよ、もう。嘘、もうえぐいの聞いてるんで。まずこれ実家です。だからもう音入るわけないです。なんて言ってんの。なんかスペーみたいな。ホントだ、見てください。こんな顔しますから、全員。絶対、絶対喋ってないです、あれ。そっか。いや、意味わかんない。もう、やだ。もう無理。まあ、という。もう無理。まあ、無理。まあ。という感じですね。まあ、とりあえず、すべてはもう、真帆さんのチャンネルの方で、もうガチだってことをね、余計真帆さんが身をもって体感してくれたので、はい、そちらを見て。もう動画です。兄貴、兄貴、親方、動画の8割こんなになってます。ありがとうございます。無理無理、本当帰りたい。ということで皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。マリアギ、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 無理。ドンって言ってます。聞こえた？聞こえた？マリアギかな？その辺です。マリアギじゃないですよ。マリアギはいないですよ。あっ、死ねバカ。ビビらせたかった。これ今のはビビりすぎて動けなかったパターン。おかげさまで、皆さんの協力のおかげで撮れたので、シャレイドしかない。めっちゃ変わってるやん。またお邪魔する際にはよろしくお願いいたします。ありがとうございました。シャレイド、車乗ってる時すごかったね。また乗ってたよ。え、また乗った。じゃあ上聞いてください。いや、もうすいません。2階は寝室でしょ。寝室。じゃあもう寝てるだけ邪魔でいいやん。ありがとうございました。ただがむしゃらに突き進む。
君の人生